ブワディスワフ、ドミニク・ザスワフスキー・オストログスキーは、ポーランド・リトアニア共和国に属していた、ルテニアの大貴族、公、オストロフの第三代オルディナトで、王官僚自重長の任にあった。体つきと生活様式から、甘えんぼと呼ばれた。アレクサンデル・ザスワフスキ公とヤヌシュ・オストログスキ公の娘・エウフロジナとの間に生まれ、10歳の時に、 莫大なオストログスキーへの財産と領地を相続した。当時のボルイーニ地方で最も強大なマグナートであり、1645年よりサンドミエ主県知事、1649年よりクラクフ県知事をそれぞれ務め、1639年から1653年までルーツィクの大官を務めた。彼は同時代の共和国のマグナートの中では、 スタニスワフル・ボミルスキに次いで2番目に浮遊だったという。彼は1634年に、ゾフィア・リュゲザンカと初婚後、1650年に、ルーシ県知事、ヤクプ・ソビエスキの娘カタジナと再婚した。カタジナは、後に国王となったヤン・ソビエスキの妹である。ザスワフスキは、自分の領地のある、ウクライナ地方でフメルニツキーの乱が起きると、大奉還。 イエジオスソリンスキの力添えで機械により、国王軍の臨時司令官に任命され、プイラー仏の戦いで、共和国軍を指揮したが、ザスワフスキが指揮官として無能であったために反乱者のウクライナコサック軍に大敗を喫した。ザスワフスキは1651年のベレステーチュコの戦いにも参加している。スウェーデンが侵攻してきた大洪水の最中にあってもザスワフスキは、 国王や二世カジミエ州に忠誠を誓い続け、プシェムイシルの防衛に備えた。1630年代、彼の所領はリビウ郊外のスタレ、省にあったが、彼が1642年にその地に建てた要塞は1648年のコサックの首領をボフダンフメルニツキーによるリビウ包囲の際、破壊された。城は1649年から1654年に、 かけて再建されたが、要塞の中には、宮殿が心臓された。ザスワフスキは、スタレ症の宮殿で亡くなり、家督は、息子のアレクサンデル・ヤヌシュ・ザスワフスキが相続した。ありがとうございます。